皆さんこんにちは。 EF エデュケーション日報の別府文幸です。今回ね、去年キャンセルになってしまった、ジャパンカップに向けてのね、メッセージを送らせていただきたいと思います。ね、自分本人的にはこのジャパンカップにはいろいろ思い出があって、まあ、1990年世界選手権のメモリアル大会として、92年に第1回大会が始まって、2019年、で28回大会が行われてね、本来なら29回30回ですね、30回目のね、あの節目を迎えるようなね、日だったんですけど、やっぱりこのねコロナの影響で、まあ、今のところ28回でストップしているところなんですけども、まあ、そのね第3回目の時に実はですね、あのジャパンカップ家族でね見に行ったことがあって、その時に勝ってねクラウディオ・キャプーチ選手にねサインをもらったりとかして、やっぱ僕もね、あのその時当時小さかったんですけども、すごいあの小さい子供たちにね夢を与えてくれた大会だったと思います。いやね、自分個人としてはいろいろね、その日曜日の本戦だったりでジャパンカップのクリテリウムだったり、参加したことがあるんですけども、やっぱ自分のね、やっぱその印象としては、その2009年の時にツール・ド・フランスに出てシャンゼリゼでね逃げて敢闘賞を取ったんですけども、その第1回大会の2000クリテリウムの第1回大会の2010年の時に、あの宇都宮の大通りを大歓声の前で走った時に、本当にここはね、あのシャンゼリゼ大通りなんじゃないかっていう、本当にね錯覚してしまうぐらい大きな歓声をいただいたりして、本当にね、たくさんの声援をもらっていい思い出が残ってます。で、過去にね、2015年で2016年と、まあ、チームメイトのねサポートもありながら、2連覇という形でねしたりで、まあ、その当時はトレックス・マフレードに所属していて、ファビアン・カンチェラーだったりアルベルト・コンタドーリだったり、ね、たくさんの多くのチャンピオンがねやっぱ参加して、本当に大会を大きく盛り上げた年ではありましたね。で、今年は、まあ、チームをね新たに移籍することになって新しいチームになりました。なのでね、もし2021年ジャパンカップが無事に開催されることをねできるのであれば、この新しいジャージに身をまとってチームでねぜひ参加して走りたいと思っております。なので、本当にねこのジャパンカップというのはね、ファンの多くの人がやっぱり毎年のように待ってますし、で選手 もう僕も含め選手もね、すごい楽しみにしてる大会なので、ぜひとも今年は参加できることを願っています。はい、なのでまたね、ジャパンカップのね10月までまだ時間があるので、今年はねこれからしっかりトレーニングして、そこに向けてね走っていきたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。別府文幸でした。